インドラバルマン2世は、クメール王朝の第22代君主。第21代君主、ジャヤーバルマン7世とその日、インドラデイビーの子。王子時代は、ラボの総督であったともされる。1220年頃、不王が死去したために即位した。ジャヤーバルマン7世の政策を引き継いで、戦王が混流した、いくつかの仏教寺院を拡張、完成させた。 ジャヤーバルマン7世の代に浪費されて悪化した財政がたたって1220年には1190年以来支配下に置いていたチャンパのアンシャラージャに、さらには1238年にはスコータ王朝のバーンクラーンハーオにそれぞれ独立を許したためクメールの領土は縮小し勢力が大きく衰退したと言われていた一方で2000年代に行われた 発掘調査の結果などから、インドラバルマン2世の地下においてもクメールは、それなりに反映していたとも、インドラバルマン2世自身も、実力と行動力を持っていたとも考えられている。ありがとうございます。